これなんでカズヤの立ち絵ってこんな小さいんだろうね。明らかになんかサイズミスってる感あるんやけど、気のせいかな。あぶねえ。焼き付ける。ちくー。まさい。またそっちか。危ないな今。死ぬ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 。え？やべ。うわ！うますぎる。ジャンプしたらダメ。途中でジャンプするとセビロス死にます。あれ怖いな。なんかジャンプこすってしまいそうだ。本番クエヌクエヌの間空いてるのがちょっといやらしいな。なるほど。うう。全然目障りじゃないっす。無敵あれ確か全身無敵ですよね。あれ全身無敵って何？焼き付ける。パッと見あれだよね言い方悪いけどさ、言い方悪いけど、なんかお酒飲みながら考えたみたいな性能してるよね、カズヤ。実際こういうのこういう技ないと多分そんな強くないからついてるんだろうけどさ、尖りすぎてて。いや、さすがに実際絶対ちゃんとした調整をしてるはずだけどね。消えた。
実際今の全身無敵とかさ、なんか空上の無敵とか、なんかああいうのないとさ、絶対差し合いとか対空とかできないキャラだと思うから、実際は今のが、今の性能が正解な気はしてますが、でも聞いただけだとすっげえ面白いわ。風神ステップ、無理か今の。はい、カズヤ、どっちだろうなこれ。なんか現状どっちもどっち感ある。詰めたらセミの方が良さそうな気はしてる。先生、危ない。先生。焼き付け。ここどうして。これは届かない。上スマッシュです。死んだんだが 55% から死んだんだが、怖っ。なんかあんまりさ、なんか体重関係ない気がする。カズヤ、だって当たったら死ぬもん。当たったら死ぬからさ、なんかセイロスの体重がそんなに気にならん。復帰阻止いけんのやっぱでかいよね。羽が生えました。死にそう。あ、消えた。
怖い。あー怖セミロスじゃなかったら間違いなく死んでた。クラウドだったら間違いなく死んでる今の。なるほど。なるほど。でもやっぱり。上を追うの面倒そうだよな。羽が消えた。ありがとうございました。まあ、NB チラッて巻くぐらいにはいいかもしんないけど。おお、ああああ、お、あ、あNB どうしよう、もしかしたらちょっとだけ使えるかもしれない。